はい、皆さんこんにちは。今日はね、NHK 大河ドラマ麒麟が来るの重要人物織田信長、この織田信長が率いる織田家の家系図を作りながら一緒に勉強していきたいと思います。まず織田家の中心人物に置くのが、もうね、ドラマの中ではすでに亡くなってしまったんですけど、織田信秀。信長が家督を継ぐ前の織田家の当主やったんがこの信秀です。この信秀はね、かなり優秀やった人物と言われてるんですよ。ドラマの中ではね、自分よりももっと優秀な弟がおって嫡男やからということで織田家を継いだなんて言ってましたけど、いやいや、そんなことはないんですよ。知遇に優れた人物だったと言われていて、この信秀が織田家を継いだ時点では、この織田家っていうのは守護でもないし守護代でもなく、かなり低い地位やったと言われています。そこからね、尾張の各地や一時は西三河までも支配して、尾張の国を代表する勢力となり、今後の信長の飛躍の基盤を作ったと言われています。だからね、この信秀なくしては信長の活躍もなかったんではないかと言われるぐらいの人物なんですね。だからね、かなり優秀な人物やったんじゃないかなって思います。この信秀にはもちろんお父さんもお母さんもいます。今回のドラマでは出てきませんけど、お父さんは織田信貞と言います。ほんでお母さんは信貞の正室の岩松院です。ほんでね、信秀には腹違いの弟がいまして、信貞の側室の子供にあたる清家リーチさんが演じた織田信康です。この信康はね、もうドラマの最初の方で道さんとの戦いで死んじゃったんですけど、ほとんど出てこなかったんですけど、信秀にはね、腹違いの弟がいました。ほいで信秀にはもう一人弟がいまして、それがね、信貞と岩松院との間に生まれた木下ほうかさん演じる織田信光です。このね、織田信光は信秀が生前言ってた自分より優秀な弟で、家督を継ぐのは信秀よりも信光の方がふさわしいんではないかって言われてたね、その人物です。今回ね、ドラマの中で清洲城のね、織田彦五郎を討ち取った時に決体な雄たけび上げてまして、なんかね、ちょっとどんくさい人なんかなって思いがちなんですけど、実は信秀をも上回るような優秀な人物やったと言われています。この信光なんですけど、信秀が死んだ後、甥っ子の信長を支持していろんな戦いで活躍したとも言われてて、結構ね、信長の力になったみたいなんですけど、今回ね、織田彦五郎を殺害して清洲城を奪ったことにより、信長からね、名古屋城を与えられて名古屋城に入城したと言われてるんですよ。ただね、この1年後に謎の死を遂げることになるんですよ。これね、信光の家臣の酒井孫八郎っていうのにね、殺害されたとか、あとはね、信長がもう用なしやということで暗殺したとも言われてて、とにかくね、この1年後謎の死を遂げちゃうっていうことなんですね。信貞の子供は他にもたくさんおるんですよ。信秀のね、弟やったり妹やったりはもっと他にもおるんですけど、今回ね、ドラマには出てこないんでその辺は端折りますけど、全部でね、6人の男子と4人の女子がいたと言われています。さあ、次はね、信秀の子供たちを見ていきましょうか。信秀の正室、それが檀れいさん演じる土田御前です。この土田御前は実はね、軽室なんですよ。この軽室というのはもともと正室がおったんですけど、死別であったり離縁なんかでそのね、正室がおらんようになって、その後釜っていうんですかね、まあ、言ったら再婚相手みたいなもんですかね。正室がおらんようになったその後、正室を継ぐということですね。それを正室というんですけど、信秀にはもともと正室がおったんですけど、離縁してその後正室に迎えたのが土田御前です。ほんでね、信秀とその土田御前の間に生まれたのが染谷将太さん演じる嫡男織田信長です。
このね、織田信長に関してはもう詳しくはね、また別の動画でやりますんで、ここでは多くは語りませんけど、信秀亡き後、織田家の家督を継いだのがこのね、嫡男織田信長です。ほいで、この信長に嫁いできた信長の正室となるのが、川口春奈さん演じる斎藤道さんの娘、貴重です。この貴重、実は信頼できる資料がほとんどないんですよ。だからね、信長の正室になったのは確かなようなんですけど、その後ね、全くわからないんですね。だから小説とかドラマの扱いはもうほとんどが創作なんですよ。信長との間には子供がいなかったとされるんですけど、織田家に来てからその後どうなったかはいろんな説があるんですね。斎藤道さんが死んで、その息子の高政が斎藤家の家督を継いで、織田家との同盟が破棄されてから、織田家にとって貴重は用なしとされて、離縁されて追放されたとか、殺害されたなんて説もありますし、二十歳頃にね、早くして病死したっていう説もあったり、あとはね、結構長生きして、信長の死んだ後もずっと生きてたっていう説もあるんですよ。よくドラマや映画なんかで本能寺の変で信長と一緒にね、薙刀を振るって一緒に戦ったっていう場面をよく目にするんですけど、こういう話は一度として資料で確認されたことはなく、全くの創作の話なんですね。だから今回の大河ドラマで貴重はこの後どうなるのか、結構ね、楽しみなところではあるんですよ。一説には織田家を掘り出されて、叔父のね、明智光康を頼って明智城に身を寄せたっていう話もあるんで、もしかしたら光秀との色恋がね、描かれるかもわかんないですね。その辺もね、今後のドラマの展開に期待したいと思います。さあ、信長には実はお兄ちゃんがおるんですよ。信秀と側室の間に生まれた長男にあたる佐野康臣さんが演じる織田信広です。この信広はドラマの中で織田信長にケチョンケチョンに言われてましたよね。今川に人質に取られた時なんかは、んなもん弱い兄上があかんのや言うて、助けることはないでしょうってね、言うてみたり、あとね、人質交換で織田に帰ってきた時なんかは、お父さんの信秀までにあんな元気に帰ってこられたらかなんなー言うてね、言われてました。なんかね、頼んないお兄ちゃんというようなイメージあるかもわかんないんですけど、実はね、この信広、この後ね、信長に対する謀反を画策するんですよ。斎藤高政と組んで信長をね、やっつけようと思うんですけど、実はね、この計画、信長にね、バレてしまって失敗に終わるんですね。その後も信長に対する範囲をあらわにして、たびたび戦闘を仕掛けて小競り合いが続くんですけど、その度にね、退けられて、ああ、もうこれあかんわってことになって、信長にね、ああごめんなさいって、弟よごめんなさいって、これからは真面目に織田家のために頑張りますって言ってね、あの信長にごめんなさいするんですよ。その時ね、信長もね、このね、お兄ちゃんをね、許すんですよ。そしたらね、この後ね、結構お兄ちゃん、働きするんですよ。以後、信長には忠実に仕えたとされて、信秀直系で一番年上やったっていうこともあって、織田家の中でのまとめ役的な存在になって織田家を支えたと言われています。あとはね、信長が上洛する時なんかは室町幕府や公家たちの摂政役を務めたと言われています。お兄ちゃんもね、心を入れ替えて弟のために頑張ったんでしょうね。さあ、信長には弟がいます。信秀と土田御前の間に生まれた信長のすぐ下の弟、木村良さん演じる織田信雄です。この信雄はね、信行という名前でも知られてて、そっちの方がピンとくる方もおるかもわかんないですね。この信雄はね、お母さんの土田御前から溺愛されてるんですよ。土田御前はうつけと呼ばれた信長を嫌ってて、弟のね、信雄の方を可愛がったんですね。まあ、それが原因かどうかはわからないんですけど、お兄ちゃんで家督を継いだ信長に対して謀反を企てるんですよ。それが
弘治2年1556年に起こった伊能の戦いです。この伊能の戦いでは信長が勝利して信雄は敗れるんですけど、ここでねしゃしゃり出てきたのがお母さんの土田御前なんですよ。土田御前は可愛い可愛い信雄をね信長に許したってくれってお願いして、この場はね信雄も許されるんですけど、でもね信雄は諦めないんですよ。その後もね信長に対する敵意を持ち続けたんですね。これでねこの後結構面白いんですけど、またね信雄がね信長に対する謀反を企ててたら、それをね信雄の家臣の柴田勝家っていうのがおるんですけど、その柴田勝家がね信長にねチクっちゃうんですよ。信長さん、うちの信雄が信長さんに謀反を企ててますよ言うて言っちゃうんですね。これは実は信雄がね重臣の柴田勝家よりも若手をね可愛がってたらしくて、勝家のことをねないがしろにしとったらしいんですよ。でそれが面白くない勝家は信長にねこうやってね信長さん信長さん言って言ったんでしょうね、きっとね。これで信長はもうそれを聞いてどうしようかなってなったんでしょうね。なんと信長は自分の居城の清洲城で仮病を使うんですよ。ほいでねお兄ちゃんが病気やいうことで信雄がお見舞いに来るんですけど、そのお見舞いに来た信雄をね信長はとうとう撃っちゃうんですよね。そんな悲惨な最後を遂げる土田御前が溺愛した信雄でした。信秀にはそれ以外にもたくさん子供がおったんですよ。息子はね合計12人おったと言われてます。娘はね14人ぐらいおったと言われてるんですよ。これはねもう戦国のビッグダディと言っていいと思います。ただねもう全部紹介してるとキリがないし、今のとこね大河ドラマには出てこないんで今回はやめときますね。ということで今回は織田家の家系図を作りながら一緒に勉強してきました。こういったことをね頭に入れてドラマを見るともっと楽しめるんじゃないかなと思います。ただね僕は歴史が好きなだけであまり詳しくないんで間違ったことを言ってると思うんですよ。だからねここは違うよとかそこはこうやでとかいうのがありましたらコメントで教えていただけるととても助かります。ほんだら今日はこの辺で、ほなさいなら。